民主統一党は、イギリス、北アイルランドの保守政党。民主連合党とも、北アイルランドの連合王国貴族維持を主張する、統合主義諸政党の中では、左右派、強硬派とされる。1971年創設。党首は、ジェフリー・ドナルドソン。国政では、2017年から2019年まで、保守党政権に、格外協力した。 北アイルランドのプロテスタント教会と強い関係を持っており、プロテスタント政党と考えられている。党幹部の多くは、プロテスタント組織のオレンジ結社に所属している。その主張は、イギリスとの統合のほか、国民保守主義、社会保守主義ともされ、同性愛、妊娠中絶にも厳しい態度を打ち出している。また、学校教育で創造論を教えることを主張し、 地球温暖化に対する会議論を主張している。イギリスを構成する地域のうち、イングランド、ウェールズ、スコットランドでは、同性婚が公認されているが、北、アイルランドでは、民主統一党の反対により、現在でも認められていない。1971年、イアン・ペーズリーラにより決闘。北アイルランド問題において、1998年の、 ベルファスト合意に反対するなど、ユニオーニスト派として強硬な姿勢を取り続けた。アルスター統一党がベルファスト合意に応じると、代わって強硬なユニオニストの支持を集め、統制でもしのぐようになった。2006年のセントアンドリューズ合意にようやく応じ、再建された北アイルランド政府に入った。北アイルランド政府では、 ナショナリストのシンフェイン党と連立を組み、民主統一党が首相を、シンフェイン党が副首相を占め、両者の権限は対等とされた。2012年より民主統一党主導で再生可能エネルギー導入計画を進めていたが、制度の欠陥から巨額の損失を出した。シンフェイン党は自治政府首相のフォスターの責任を追求し、辞職を要求したが、 フォスターは小んだ。結果として、シンフェイン党のマクギネス副首相が辞職し、共同統治のため、フォスターも自動的に失職した。2017年3月に行われた北アイルランド議会選挙は定数108から90に減らされた。民主党一党は10議席限の28議席と第1党を維持したが、シンフェイン党は1議席限の27議席となり、 一議席差にまで迫った。両党の硬着状態はその後も続き、北アイルランド政府は機能停止の状態が続いている。一方、2017年6月8日投開票の2017年、イギリス総選挙では2議席を上積みし、10議席を獲得した。シンフェイン党は3議席増の7議席で、左右の両局に議席が集まる結果になった。 2017年6月の英国総選挙で、与党保守党は過半数割れし、他の、どの党も過半数を得られなかった。保守党は、民主党一党との EN、コンフィデンスサプライ、あるいは閣外協力協議をはじめ、民主党一党は、明政権を支える方針を打ち出した。6月26日、次の内容で、閣外協力の合意に達した。これにより、 北アイルランドのために2年間で10億ポンドの追加予算が組まれることになった。d ップはブレグジットに関連した法案と国家安全保障に関する法案で政府にすべて賛成する。政府と d ップは合意の履行に努力する。協議のために調整委員会を設けるが北アイルランド国務長官は参加しない。政府は年金トリプルロックと 当期燃料費援助を継続する。両者は、NATO が加盟国に要請している、国内総生産の最低2%を軍事費に計上することに合意する。両者は、北、アイルランドで非常に成功した予備軍を支援するための選択肢を検討する。両者は、北アイルランドの農業の重要性、成長性を認識する。また、 欧州連合離脱における有力な交渉材料になることでも一致した。政府は議会が終了するまで北アイルランドの農業支援を現状の規模で続ける。今後の農業支援の枠組みはさらに議論を続ける。両者は北アイルランドの将来について国民の同意がなければ国民投票を行わないことを合意する。両者は ベルファスト合意及びその後に行われた合意に完全に従う。DUP は北アイルランド政府の早期復旧の必要性を認識し合意を得ることを肯定する。政府は北アイルランドの当事者及びアイルランド政府との協力を継続する。DUP は北アイルランドの諸問題の協議で政府の判断に関与しない。従来より引き続き、 当事者として参加する。2019年12月の総選挙の結果、保守党の議席数が、下院半数を大きく上回ったため、上記の拡大協力関係は終了した。ありがとうございます。